カフェ24にようこそ。カフェ24は EC 取引が盛んな韓国で約20年間1位を誇る EC プラットフォームです。カフェ24では会員登録をするだけで様々なオンラインショップ構築機能を無料でご利用いただけます。この時間では商品カテゴリーを設定する方法について一緒に見ていきましょう。カテゴリーとはトップス、ボトムス、ワンピース、アクセサリーなどの大カテゴリーと下位カテゴリーのことを意味します。まずメインページで商品をクリックしてください。商品カテゴリーの設定ページに移動する方法は2つあります。商品メニュー中央の商品カテゴリー管理をクリックし、商品カテゴリーの設定ページに移動するか、またはカテゴリー設定のカテゴリー設定をクリックし移動してください。商品カテゴリーの設定ページは左側の商品カテゴリーの設定、右側の各カテゴリーの基本情報と詳細情報を変更することができるカテゴリー情報設定ページの2つに分かれています。カフェ24の商品カテゴリーは大カテゴリー、中カテゴリー、小カテゴリー、詳細カテゴリー、このように4つに分かれています。左を見ていただくと、まず大カテゴリーがあります。右側にあるプラスボタンをクリックすると中カテゴリーが開きます。さらに中カテゴリーのプラスボタンをクリックすると小カテゴリー、そして小カテゴリーのプラスボタンをクリックすると詳細カテゴリーが開きます。大カテゴリーは左上の大カテゴリー追加をクリックすることで作成することができます。また中カテゴリーは大カテゴリー右のプラスボタンをクリックすると開きます。小カテゴリー、詳細カテゴリーも同じ要領で作成することができます。また各カテゴリーはドラッグ&ドロップで移動が可能です。移動したい位置に動かした後、表示順変更の保存をクリックします。カテゴリーの設定を変更する際には必ず表示順変更の保存をクリックしてください。各カテゴリーは上下に移動することができます。例えば中カテゴリーを小カテゴリーに、小カテゴリーを大カテゴリーに移動することができます。移動した後、必ず表示順変更の保存をクリックして変更内容を保存してください。右側では各カテゴリーに適用する設定をすることができます。カテゴリー情報、カテゴリーデコ、カテゴリーのアクセス設定、検索エンジン最適化 SEO などがあります。カテゴリー情報では実際のカテゴリーの内容を設定することができます。カテゴリーの URL を確認することができ、その下ではカテゴリー名を変更することができます。続いて表示ステータスとメインカテゴリーの表示ステータスがあります。表示ステータスは実際にそのカテゴリーを表示するかしないかに関する設定で、メインカテゴリーの表示ステータスはこのカテゴリーをホームページ画面へ表示するかしないかを設定することができます。ショップの表示設定は PC 画面だけに表示するかモバイル画面だけに表示するかを設定することができます。 PC とモバイル両方をご希望の場合、2つにチェックを入れることも可能です。モバイルショップを運営していない場合、 PC ショップだけにチェックを入れてください。商品表示設定はカテゴリーの中に入る商品をどのように陳列するか設定する項目です。自動並べ替えと運営者指定、また自動並べ替えプラス運営者指定の中から選ぶことができます。下位カテゴリー商品の表示の設定は、大カテゴリーをクリックした際に下位にある中カテゴリーと小カテゴリーの中にある商品をすべて表示する機能です。デフォルトは表示するに設定されていますが、表示しないにチェックを入れると大カテゴリーの下位カテゴリーにある商品は表示せず、大カテゴリーにある商品だけを表示します。ただカテゴリーが増えるたびに設定するのは手間がかかるものです。このような時、一括変更する便利な方法をご紹介します。メニューの一番下にあるショップ設定に移動します。商品設定をクリックし、商品基本設定の商品カテゴリーの設定に移動します。
ここではカテゴリー環境設定のセッティングをすることができます。買いカテゴリ商品の表示を表示するにすると、すべてのカテゴリーを表示するに一括変更することができます。カテゴリデコの設定はホームページに表示されるカテゴリの画像を意味します。現在はテキストになっていますが、画像を使用したい場合、画像直接登録をクリックするとイメージ登録へと変わります。上部画像はホームページで大カテゴリーをクリックし、買いカテゴリーに入ると上部画像を追加することができる機能です。画像をアップロードし、必ず確認ボタンをクリックしてください。修正したカテゴリーをクリックするとイメージが追加されていることが確認できます。どうでしたか？商品カテゴリーを設定する方法に慣れていただけたでしょうか？では早速商品を登録しましょう。